何見てんだ。やんのか。時間食っちまった。教えて、ヒジ。誰に声をかけたらいい？あ、どうもどうも。ちょっとお話を聞いていただけませんか？うん？失礼ですが、スマホお持ちですよね？私、ただいまコンシェルジュアプリのヒジをご案内しているんですが、少しお時間いただけますか？ああ、いいだろう。少しだけな。ありがとうございます。それでは早速なんですが、私どもが開発したヒジはお客様のスマホにインストールしてご使用いただくアプリでして、例えばですね、明日の天気は？などとお客様からスマホへ話しかけていただきます。するとスマホの中の記事が音声を認識して、明日は晴れですなんて回答してくれるんです。他にも救急車を呼んでと頼むと、記事がスマホで119番を発信してくれるとか。よくわからんが便利らしいな。それに弊社の記事は今現在の最新世界最高峰の人工知能を搭載しているんです。人工知能？ええ、どうも米軍の最新テクノロジーが漏れたとかで、嘘か本当かその技術の一部が組み込まれて疑似的な人格を持つ人工知能ができたそうなんです。言ってるあんたもよく分かってないようだな。まあ私はただの売り子ですから。ちょっと実際のヒジをお見せしましょうか。やあヒジ、明日の天気はどうかな？余計なことまで答えるんだな。ユーモアがあるんですよ。声もなかなか色っぽくて話すと楽しいんです。他人にはなかなか言えないごくプライベートな相談もできますしね。そういえば実は私がお客さんに声をかけたのもヒジが判断したからなんですよ。スマホのカメラを街に向けながら、ヒジに誰に声をかけたらいい？と質問しました。するとヒジが見た目よりいい人だろうと指してくれたのがお客様だったというわけなんです。ヒジはあなたには好奇心がありそうだし、きっと話に乗ってくると言っていました。随分決めつけてくるんだな。でもヒジのインストールは無料ですし、今ならほんと気軽にお試しいただけます。ほんの1分ほどスマホをお貸しいただければ、私の方でヒジを使えるようにしますが、どうです？ああ、やってみよう。かしこまりました。それではスマホをお借りします。お待たせしました、お客様。ヒジのインストールが完了しました。使い方はヒジとスマホに呼びかけるだけ。あとはヒジが音声で説明してくれます。かけてもいない電話に呼びかけるのか。お客様はあまりスマホをお使い慣れていないようですね。でも大丈夫、ちょっと使えばすぐヒジにやみつきになりますよ。それではどうぞヒジとお楽しみください。ああ、わかった。とはいえ人前でスマホに話しかけるのはな。自動公園とか人気のないとこで試すか。
どうも。その後いかがです？生地を試していただけました？きっと気に入っていただけると思います。私自身が生地との会話にハマってますからね。どうも。そのきっと気に入っていただけると思います。私自身がひじ。鍵がかかってるな。
な取らせやがって。すみません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん。久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、分かった。ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか？あれ、はるかちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があってな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。家を出て、あとどれくらいでこちらに着くんだよ。おう、後悔するぞ。
取らせやがって。取らせやがって いらっしゃいませ。うまいな。
行くか。ありがとうございました。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方途上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん、それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか？ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なので、うまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。くそ、
せ動く人が二人もやりやがって、殺してやる。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだがな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？おい、这里已经没事了。咱们走吧。間違いねえ。ありゃ四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい行くぞ。本家に知らせに行く。